おはようございます。はい、おはようございます。本日2024年5月の17日金曜日でございます。ですね。お久しぶりでございます。お久しぶりです。視聴者の皆様、ここどこかわかります？わかります。わからないです。いや、そうなんです。耳してもうたらね、ちょっとね。そう、このね、実は兵庫県の淡路市。はい。で、こちらはもともと高校やったんですね。はい。で、高校を買い取って、そうですね、今、リノベーションされてます。リノベーションしてます。須磨北造園土木の、はい、関澤社長でございます。はい、関澤と言います。今日、お時間頂戴しました。ありがとうございます。ありがとうございます。もう、打ち合わせもせずに撮らせてもらってよ。ですよね。いつもこんなんで、お許しください。撮るとも撮らんとも。いや、そうそう、言わんと。ままに、はい、撮って。いや、ちなみにね、杉田社長、めちゃくちゃ車あるじゃないですか。研修なんですよ。ね、この金土と泊まりで研修があるんですかね。そうです。学校入んの初めてなんですよ。あ、そうそう、サクッとご案内いただいてもいいですか。はい、僕が案内するんですか。ご飯今食べたとこ、食べたんですか。お昼食べたんですか。食べました、食べました。コーヒー飲もうかな、もう。あ、どうぞどうぞ。はい、お邪魔します。来たよ。お邪魔します。こんにちは。あ、撮っていいっすよ。お邪魔します。はい、来たよ。あ、この間お会いした方ですよね。お久しぶりでございます。お邪魔します。え、ここはもともと何の部屋だったんですか？これ、職員室です。職員室を、うん、なんか応接セットみたいなの入れて、ここでも打ち合わせできるよみたいな感じですかね。そうなんですよ。須磨北造園土木さんの、こうやってね、チラシもあるんですよ。あ、はい。須磨北通信ってのがあって。はい、毎月、自社のスタッフで。ねえ。だからこのデザインされてるのも社員さんなんですもんね。そうですね。はい、ちなみにね、あの上にある虎の絵っていうか、あれはね、仲良くさせてもらってる淡路島のアーティストで、増田薫さん言うて、あ、その子のとこも行ったってほしいですわ。あ、ぜひぜ、その方は淡路市にお住まい。あ、淡路です、洲本に。 あれなんですか。いや、もうそれは増田薫って出したらいっぱい出てきますよ。なるほど、承知、すごい出てくるんで、ぜひとも。はい、関澤田社長、そういえばね、 YouTube やってますね。ここに YouTube 入れますんで、ぜひ皆さん、須磨北チャンネル、須磨北チャンネルぜひ見てください。はい、ぜひね、チャンネル登録、いいねをよろしくお願いします。で、その動画で拝見した面白かったやつ、あれどうですか？あるある、学校あるあるの鍵。何？最近整理したからグッと減ったっす。あれでだいぶ減ったんですか？いや、最近も何も、一昨日ぐらい違う、ほんまに。そうですか。ゆいちゃんが名前出して、それは別に個人情報ないから大丈夫ですか？ゆいちゃんが来てくれて、はい、いや、社長、ちょっとじゃあ学校、え、僕一人なんですか？いや、もしどなたかついてきてる、ついてくる、ついてこへんの？ついてこへんの？いらん。何やねん、やっぱ薄いなあ。まあ、お忙しい、お忙しいのでね。はい、行きましょうか。え、これ、社長、ここ、靴脱ぐんですね。そうなんですよ。一応、ジャパニーズスタイルで。なるほど。はい、靴脱ぎましょうという。はい、はい、すいません、どうぞ。あ、ありがとうございます。すいません、社長、自ら。ね、そうなんですよ。須磨北造園土木っていう会社は、造園だけじゃないですよ。土木だけじゃないですよ。そうなんですよ。いろいろやらかしてるんですよ。ちょっとね、笑っちゃうんですよ。卓球やってたり、うんうん、ダンスしてたり。そうなんですよ。あと何でしたか、幼稚園、保育所。そうなんですよ。すごっ、高く系、ね、高く系。これね、もういろいろやってるけども、ほんと真面目に全部やってるんで、めちゃくちゃ信念を持ってらっしゃって。はい、ありがとうございます。そうなんですよ。ほんとだからね、すごいんです。すごいんですけど、なかなかそのすごいこと分かってもらえないところもあるので、うん、ちょっと、ね。分かりにくいと思う。まあ、やってることがちょっと飛び抜けてますから。何これ、ちょっと待って。やっぱ学校って広いですね。学校広いですかね。何これ、奥行き。まあ分校なんでね、そこまで広くはないんですけども。これまだ分校なんですか？そうなんですよ。しかし、これあれですか、応接セット。こう打ち合わせもできるようにされてるんですね。まあここはオープンスペースなんで、自由に何でも使っていただけたらと。なるほど。はい、思ってます。で、これは？ここは食堂？ここ食堂です。あ、じゃあこれあれですか、今日と明日と研修で来られてる方、ここで食べるんですか？うん、ここは調理を提供する場所で、あ、まあ、食べれる人数であればここでも食べてもらうこともできますけども。なるほど。大人数はちょっとなかなかここ入らないですもんね。大人数は向こうで、はい、でこういうちょっと飲食、食事を提供するのも、まあ、みんなで作ったらええやんって言って、まあ、うちスタッフが多いんで、うちのスタッフでこうみんなで作って提供するんですけども、まあ、やっぱ見てたらね、お客さんの中でもここ使わせてほしいっていう声があんねんけど、ここはちょっと保健所の許可取ってるんで、なるほど、出せないので。なるほど。そういうスペースも、もう向こうにボーンとこう。え、ちなみにね、杉澤社長、これももともと学校にこんなんあったんちゃいますよね？ない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 。だから、これ全部自腹で。
補助金もいただいてます。あ、兵庫県と淡路さんで出し合ってくださった観光拠点補助金ってのがあったんですよ。なるほど。その観光拠点補助金で、2400万かないただけたり、あと今結構有名な事業再構築、はい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 、ちょっとコロナで混沌としてね、なんとか企業がそこにある、経営資源を組み直して補助金出しますよっていうので、まあ、うちらはこんな経営資源がありますっていうのをこう聞いて、その事業再構築で、4000万ぐらいかないただいて、ただもちろん自費も、いやそうなんですよ、もちろんもちろん結局2400とか4000、うん、は補助金の話やけど、もちろん自費もそれいくらいは、ね、そういくらとはちょっと言えませんけど、言えるそれぐらいです、同じぐらいです、6000以上うーんぐらいかな、それごめんなさい、しつこい、関田社長の会社、うん、いや一旦銀行さんですね、あまあまあまあ一旦銀行様のおかげで、はい、でも銀行さんもうちのこのやってることをすごく認めてくださってるから融資してくださるんですもんね、信用金庫さんなんかすごい力入れてくださって、なるほど、ね、やってることなんかね、銀行は金貸しのプロやけど、信用金庫って地域の活性化のプロなんですね、なるほど、その地域の活性化のプロである地元の淡路信用金庫さんが、去年の融資先のプロジェクトで、すごくうちが一番良かったっていう表彰された、それを淡路信用金庫の中での表彰があったんかどうかは知らないですけども、その内容をなんかちょっと出したいっていうからどっか出してくれたんですよ、それで出してなんか年明けに通りましたって言われたのが、経済産業省の中小企業庁なのかな、なんか羽ばたく中小企業の300社日本のに選ばれてる、選んでいただいたみたい、ちゃんとここに入れときます、はい、信用金庫さんが、なるほどね、はい、要は自分で出したんじゃなくて、その取引先の信用金庫さんが逆に出してくださって、勝手に出してくれたで、しかもそれが国に認められてってことですもんね、はい、これでこの奥は何なんですか、部屋、ここも見てください、ここも七変化するところなんですけども、ほうこれですか、ご飯食べる、はい、焼肉でできる、もう一番インパクトあるのがこれなんですけど、今つけたてホヤホヤなんですけどね、なるほど、で、まあ、鉄板焼きもできるようにガスを今から引っ張って、はいはい、これ外せるんですよ、外したら、まあ、研修もできますよですし、あこれ外して、だから飲食スペースだけではなくて研修もできるように、研修もできます、でスクリーン下ろして、全部これ何ていうの、遮光カーテン用意したんで、遮光カーテンもついてるやん、そうそうそう、遮光カーテンって高いんですってね、これですかね、いや、まあ、そこも知り合いの、お付き合いのある、まあ、提供ではないけども、はいはい、安く買わせていただいて、なるほど、ほんでこれ他にもフロアあるんですよね、ありますあります、上ちょこっと行っていいですか、もちろん、じゃちょこっと、じゃちゃんと行きましょう、じゃあちゃんと行きましょう、じゃ あとちょっとね、もう途中で、あとでも言うんですけども、はい、見ていただきたいのが、あらゆる壁、これなんかそうなんですけども、これ塗装なんですよ、で塗装でこんな風な模様が作れるっていうのが、なかなかないようでして、ないです、なんせ。それは塗装の塗料の問題なんですか？塗料の問題と、あと技法、方法ですよね。なるほど、ね。色変えていきながら足していって、はいはい。で、これは何を書くと、僕たちでやったんですよ。あ、これは、じゃああれですか、須磨北造園土木さんの技術。あ、これ、社員さんがやってる姿じゃないですか。ちょっと、これ外すけど。これちなみに須磨北チャンネルの YouTube でも流れてます。ああ、ありがとうございます。はいはい、あ、見ていただいて。見ましたよ。すごいですね。今回、だいぶ勉強しました。須磨北チャンネルで本当に関定社長のしゃべりを聞くのが楽しい。うまっすか、はい、私はでもね、あんまりちゃんと練習とかしたことないんで。ここは？あ、ここシャワー室です。あ、シャワー室まであんねや。はい、シャワー、さすが泊まるときはシャワー浴びたいでしょ、みんな。まあまあね。で、こんな感じで。あ、でシャンプーもご用意されて、うん、はい、いや、シャンプーはたまたま僕が前使っただけで置いてるだけで、基本的には持ってきて、ね、あ、皆さん自分で持ってきて、はい、合宿所なんで。ここはすいません、そういえば男女はどうなるんですか？その時々で決めてます。あ、女性の方が多い時は、こことね、上にももうあと6ブースあるんですよ、とあと個室では全部お風呂ついてます。すいません、個室も見たい。いや、もう見てもらいます、もちろん見てもらいますよ。これちょっと待ってください、ね、これおもろいな。おもろいのやったら失礼な言い方かもしれない。ありがとうございます。そう、おもろいな、思ってもらえることが。学校のリノベーション、これも見ましたよ、動画。掃除ルンバね。ルンバね、はい。ルンバが掃除してくれてます。はい、便利ですよ。はあ。
この辺も全部そうですね。ですよね。あ、この辺は黒にやっていただいて。あの、須磨北造園土木っていう会社は、はい、神戸市須磨区にあるんですよね。須磨区にあります。で、はい、その決して淡路島に何か特別な縁があったわけではない。全くなかったですね。でもうゆかりもなかったっす。そうで、きっかけの、はい、関田社長がこの学校を見て、はい、一言目に買いますって言ってる動画も流れてますんで、ぜひ皆さんもうね、あのそうですね、ちょっとお世話になってる県外人として見に来て、はいはい、で話を聞いて、はいはい、で あそこの会話の中にもあるんですけど、ここもともと私立の高校やったんですよ、はい、副職のでしたっけ。そう、個人の人が将来の淡路島はお母さんとなる女性の教育にかかってるっていうことをおっしゃった石上辰吉さんっていう方がおられるんですけど、はい、その人がそう思って未然にを投げ出して、すごいですよね、うん、で作ったんですよ。それ歴史ある学校ですよね。そう、やっぱそのイズムを聞いた時に、まあ、僕女性がやっぱ働く、さっきのねちらっと言った女性もそうなんですけども、はいはい、子供を育てるお母さんの中で、うん、働きたい人っていっぱいいると思うんですよ。そういう人たちを活躍してもらうのはすごくこう日本にとってはいいことである、はいはい、うん、ここはランドリーです。あ、洗濯もできるの、ここ。そうです、だから連泊ができちゃうという、うん、だから新入社員研修の時なんかだ1週間、うん、あ、で実際そんな研修受けられたことあるんですか。去年も今年も1週間で。ここは和室、ちょうど見れますわ。今日は入らせていただきます。どうぞどうぞ。今日それこそ来られてる研修の方がいいのか、そのラピスネットさんっていう会社、はいはい、が泊まりはる。もうこれ布団も敷いていらっしゃるんですか。今回は布団を敷いてほしいというご要望やったんで、こちらで基本的にはこういう形に自分たちでしてねという、うんうんうん、この、グレーのシーツのままなんで、白のシーツをこういうふうに自分で入れてという、はい、これ何階建てなんですか。3階建てですまだもう1個あるんですか。まだもう1個あります。はあ、この奥は何があるんですか。ちなみに個室とここはトイレがあって、あ、おトイレもあって、トイレはちゃんと男女分かれてるんですもんね。そうですね。これ何かのキャラクターですか、これ。いや、うちのデザインの子が作ってくれて、かわいいじゃないですか、なんかね、はい、キャラクターなんですよ、一応、そうなんですよ、これね、ちょっと僕見したいのが、ああ、電気つけて明るい、わからないんですけども、ここだから塗装なんですよね。はいはい。で、それクロスなんですよね。はいはい。で、ここも、まあ、こういう洗面器具を設置しましたけど、これ色普通は同じ色でいくんですよ、うんうん、いくってないけど、これコーキング屋っていうコーキングを入れる人がいるんですよ。でも世の中にコーキング屋っていうのがあるんだぞっていうことを、うん、僕はこう知ってほしいためにちょっともう色変えて、あえて、うん、コーキング屋さんはえって言ってたけどいや色変えましょうと。あ、今さらっと過ぎましたけど、あのトイレの入り口もコーキングしてるんですけども色変えてるんですよ。それは気づかなかった、うん、あえてだから知ってもらうためにこうやって色変えてらっしゃる。だから職人が手で入れてるんですよ。はあ、やっぱあれですね、あの仕事柄そういうこともそんな自社だけじゃなくて業界のことも考えてこういうところがあるんだよって知ってほしいという思いがあるんですね。そんなに大層に思いつきですけどね。いやいやいや、関さん、ちょっとあそこ見えるのあれなんですか、体育館ですか。あれ、そうです、あれが体育館です。あ、え、あれも、うん、関田さんのもの、所有物です。兵庫県売ってくれたんですよ。だいたいね、世の中の廃校活用って、はあ、そもそも貸してるところが多いんですよ。指定管理っていう形でね、はいはい、買うんじゃなくて借りるですよね。で、売るにしても体育館は避難所として使うから売らないっていうのが、だからパスナさんとかも、はいはいはい、あるとこ体育館は買ってないんです。なるほど、うん、で、これは体育館も含めて、うん、そう、買っちゃった、買えちゃった。いや、買えちゃったのか買っちゃったのか。いやいや、それ売ってたんですよ。ああ、うん、セット売りやったんで。これでもすいません、こうどこまで聞いてんか分かんないですけど、須磨北造園土木さんの会社の中で、はい、反対の声は正直なかったんですか。なかったっすね。あ、そうですか。では僕怖いんはね、はあ、僕もと思いながら、実は次もう答え知ってるんですけど、ああ、はいはい、もう一個ね、そうで、そこをね、まあ、淡路さんにどうですかっていう話とかね、まあ、近くの地元の方からも廃校納豆で聞いたから見に行ったんですよ、はいはい、ええー、なと思いましたよ。ただ社員の手前、ここも道半ばやのにまだこっち完成してないのに、思いながら何人かこう
仲いい子というか親しい近い存在の子を連れていくじゃないですか、はいはい、見た瞬間うっすやん買いましょうっていう声ばっかりなんですよ。部下の方仲いい方もあるいはそうでない方も含めてですけど、うん、社員さんがだから止める人がいない応援とか愛情込めて言うけどアホです最高それほんまに怖い誰がストッパーだから僕が結構イケイケのように思うけど実はみんなもそうやから怖い時ありますよ。逆にある意味社長がストッパーになってる時もあるんですけど、なるほど、いやちょっとやばいってちょっとちゃんとしようってでこの奥はまた個室ですか。あ、個室です。ここもね絨毯捨てられるはずの絨毯をこないしてでエアコンもついてるんですね。あ、すごい。これあれですね、2段ベッドなんですね。そうです。あ、ホテルみたいじゃないですか。なんかそうですよ、こしらえ方が。ほんでこの黒板もあって。そうなんです。黒板さすがに使えないんですよね。使えるっすよ。あの使えるっていうか、あ、あ、うわすげえ。ほんでお部屋の中にトイレもある。はい、個室の中にはお風呂ある。こんなん工事費だけでも半端ないじゃないですか。そうですね、うん、そうですね。でもなんかやっぱりこう集団で来れるっていうのがしたくて、ここの中でもそれをちょっと配慮した僕の中での面白みとしては、うん、あのまずトイレがね、うん、別にしとんですよ。トイレとお風呂別ありがちなん、ここ入ってからトイレがあります。ユニットバス用ありますね、はい、だけどトイレ別の方がやっぱ友達と来た時にねもう使いやすい。まあそうですね、のが同時にできへんですからね。そうそうそう、はいはい、だから家族とやったらええけど友達とやったらちょっとこれがユニットやったらちょっと嫌やなって人おるけど、はいはい、これぐらいだったら。あとワクワクするのがね、上で寝てもいいよ。上ね、上で、うん、寝てもいいよ。寝てる場所じゃないんですけど、あのだからこの高さが正直あんまり高くないところがいいですね。そうなんです。あのこの方が正直ワクワクとかね、頭打つでって言われたんですけども打ったらいいよ。打ったそれが思い毎日だったら嫌ですよ。たまにね、ところで頭朝打ったっていうのが思い出になるかなと。話のネタになる、うん、そうです。言い方次第なんでね。そうですね、取り方次第なんで。 あとまあ同じ間取りの反対間取りやねんけども、うんうん、教室を半分にしたんで。なるほど。反対間取りやねんけども、あのまあ見ての通りあのクロスとかね、はいはい、全部変えてるんですよ。なるほど。これも僕のこだわりというか、まあまあ、何でもいいんですよ。どうでもいいじゃん、何でもいい。なるほどね、いろんなやり方がある、うん、そうそう、いろんな色があって個性出していいんだよっていう、うん、統一感で綺麗に見せるようなホテルとか民宿もあるけども、うん、あえて違うのを。で、まあ、もちろん整えてますよ。その中でこう調和取ってるつもりはありますけども、はい、ここの、あの、ここはなんていうんですか、ホテルっていうんですか。一応宿泊施設、団体様向けの、ホテルですね。あ、団体様向け、団体しかうちは受け入れ。逆にそれ、すいません、ご家族では団体扱いになるんですか。ね、ならないです。なるほど。20人以上。あ、じゃあ20人以上の、うん、例えばですけど自治会とか、あるいは複数の家族で20人以上、うんとね、まあ、それ微妙。いいんですよ。なるほど。やっぱりこうガチャガチャなるの僕嫌いなんで、だから本当こう大家族で追ってくれるんやったらいいんですよ。あ、うん、大家族でね、あの、うん、そう、おじいちゃんおばあちゃんも含めて、うん、ちゃんとまとまっていないんですよ。あ、友達同士のご家族ぐらいできて結局まとまってないから、バラバラになるからね。だからなんていうかな、会社さんとかやったら、はいはい、っ会社さんでもあのクラブチームでも、うん、30人以上ぐらい来るときってやっぱ実行委員がいるじゃないですか。そうね、そこまとめてくれるから、オペレーションとしてもまあざっくですよね。そうですよね、安定してますもんね。やし、そもそもそのチームでここで一晩泊まってもらって成長してもらいたい。なるほどね。その時にやっぱりこう関係性ができてるところで、うん、追ってもらわんと。それはだから例えばですけど、サッカーとか野球とかのクラブチームみたいなのもありなんですか。よく来ます、よく来ていただいてます。あ、社長、これ職員室のここ上ですよね、2階ですよね。そうですね。ここもまた個室ですよ。あ、ここは2段ベッドじゃないお部屋。さっきのとはちょっと違ってて、はいはい、まあまあちょっとこっちは2段ベッドがなくて、シックシック、ちょっといい。あ、お風呂また広いし、あ、広い、洗い場が広いし、しかも黒やし、ちょっとね、なんかこう、なんか日常と違う、自分では選ばへん色をね、若干ちょっと斜めかし。ああ、ありがとうございます、いい表現ありがとうございます。いやでも見晴らしいいな、これ。はい、いや、これもね、あ、どうぞ、そっち。いや、ベッドがまず広い。ああ、横幅が広い。そうなんですよ、ゆっくり寝て。はいはい。ちょっとここはね、また言ったら塗装なんですよね、うんうんうん、これに関しては、うん、これに関してはブロック積んだだけ。
あ、そうなんですか。目地も切ってない。目地切るって、まあ、業界の人に言うたらすぐ分かるんで、目地も切らずにのしてるだけなんですね。で、そこを塗っただけ。あ、なるほど。へえ。なんか網膜かなんかブロックそのまま。おお。でも塗ったらこんなんなるんですよっていうのを、うんうん、あんまり知られてないから、おこういうのもなんかある意味知ってもらうための、そうですね、まあ実は方策でもあり、はい、ちなみに今日あそこに電源あるじゃないですか、うん、はい、電源はこのお部屋でいうと例えば枕元に電源はあります、あります。どこに？そこん、あ、ほんまちゃんとここにあるわ。ちゃんとじゃないけどあります。素晴らしい、うん、でね、ホテルバーみたいですね。いやいや、ホテルと違うのは、うん、電気そっちでしか消せないんですよ。あ、ここでは消せないね、うん、でもその不便さもちょっと感じてという、あ、まああんまり不便って感じないような気しますけどね、うん、いや、それはもういいところ行ったらピッピッとリモコンで消したりとかあるんでしょうけども、まあ、僕はもう、はい、やりっぱなしですこの左奥は何なんですか。ここはね、あのくつろいでいただいてもいいし、ちょっとゲームおーっと、なんとこれビリヤードやん。そうなんです、ビリヤード場じゃないですか。そうなんですよ。おっしゃれ。しかもなんかふかふかのソファーが向こうにあって、うん、これも僕の知り合い の、はあ、あの僕の出身の森岡造園さんいうところからのご紹介でこれいただけて。なるほど。ただこれどないして運ぶねんって。これ去年なんですよ。もうだから大型出来上がってる時にこれ持ってきたんで。なるほど。さっき通った道あります、はあはあ、あの道でこれを運ぶ。これ400キロあるから。え、プロレスラー何人かでほんまに運んだんですか。6人で。ほんまに。あ、そういえばね、もういろいろごめんなさい、私も話飛んじゃって申し訳ないんですけど、杉田社長のスマキタチャンネルで、はいはい、あのプロレスラーのドラゲーの、うん、あのドラゴンキッドさん、ああ、はいはいはい、あれほんまに友達なんですか。ほんま友達ですよ。私の息子ドラゴンキッド大好きやったんですよ。まあ、子供の頃ですよ。もう今。大好きやった。格ゲーだ。いや、まあ、寂しい。まだ現役なんですよ。まあ、それはね、まだもちろんされてるんですけど、うち息子がでかくなってね、はいはいはい、あんまプロレス見なくなっちゃったんですけど、ドラゴンキットとかドラゴンゲートはめっちゃ見に来ましたよ。うん。いや、だからね、ああいう、実はうちは、うちの運営してる保育園にも、うん、まあ、ドラゴンゲートプロレスさんに遊びに来てもらってるんですよ。あ、そうなんですか。そこも、あの、単なる、あの、面白そうっていうだけも、じゃなくて、意味としては、うちは、すま夢保育園、うんうん。子供にやっぱ夢は叶う。やっぱ大人でね、夢持ってへん子多いっすやん。まあね。大きくなってきたら。まあ、私も半分それに近いけど。いやいや、夢追っかけてるじゃないですか。むちゃくちゃやってるじゃないですか。すま北造園の夢を追っかける夢ね。いやいやいや、ありがとうございます。はい、で、やっぱりこう、そういうのを子供たち、みんなにね、うんうん、追ってもらおうと思った時に、うんうん、夢を叶えたプロレスラーたちと遊んでもらったっていう記憶がね、あ、いいですね。まあ、いつか大きくなった時でも、自分も夢叶うっていうふうに、こう、ね、繋がってもらえたらなと思って。実際プロレスラーの本物の人と会う機会なんてまずないですから、うん、昨日も畑行ってましたわ。え、ここ？いや、畑、本社の近くの保育園にうち畑があるんですよ、はい、そこでプロレスラーの子とうちの園児たちと、まあ、園児の頃は分かってないんやろうか。あ、まあ、そう暑すぎなんか覆面かぶってもらってね。そうですか。それも取りに行きたいな。あ、もう言うときます。いや、スマキタ造園土木シリーズですね。スマキタチャンネルシリーズを何回か。いっぱいありそうですね。いや、めっちゃありますよ。ネタだらけですよ。ありがとうございます。少なく。それをね、上手に出すことができてへんから。うん、ああ、いやいや、まあ、うん、あの、私の YouTube もしっかりですけど、本当に今、情報型なんですよね。で、個人で YouTube とか、まあ私もそうなんですけども、はい、TikTok とかね、で、女性の方とかも含めて、はい、あるいは子供も今、YouTube しますから、うん、あの、正直、当たったらラッキーぐらいで。まあね。そうなんですよ。でも僕、ほんとこう、チャンネルの意味というか、うちの会社の存在意義はあるんですけども、うんうん、あ、一つこう、チャンネルで発信したいこととしては、働くってこう、結構楽しいんだよっていうことをしてるから、まあ、あれもこれもやから、ぐちゃぐちゃになったんですけども、うん、ちょっとまた整理して、いやいや、発信の方をお願いします。私、あの、関田さんの言葉でずっと心に残ってるのが、はい、働くの漢字の意味やと。人のために動くんやと。まあ、いや、あれはでも、あれは、いや、その通りやな、思いますわ。そう言ってもらったらいいんですけども、また綺麗事抜かしやがってって思う人もおるけども、うん、でもね、うん、見てる人に言いたいけども、うんうん、自分の大事な人が将来どう過ごせるかって考えたら、うん、やっぱりね、そうね、うん、そこ考えましょうと、はい。まず考えるところから。絶対これから先住みにくくなるよねって思ってる人も多いと思うんですよ。うん、あ、そうね。なんか、じゃあ僕たちが何ができるかっていうか、うん、
まあ、こんな感じやけど楽しく働いてるよと。いや俺もう関澤社長の笑顔見るのが楽しいわ。いやほんま関澤社長の笑顔最高やね。いや笑顔が最高。青木さんみたいになって青木さんだもん。デデクさんみたいなね、はい、方がこう僕のことを丁寧に紹介してくださることで、いやいや僕がうさんくさくないというのが映れば。これが3階。3階です。これは昔のだ教室のドアですもんね。ちゃうんですよ。え、これドアですよ。ああ、縫ってるんですよ。あ、もちろんね、縫って。これ開けていいですか。もちろんもちろん。開けたら何があるの。あ、今日の今日の宿泊のね、はいはい、はい、了解です。まあ今回の研修は今日から一泊なんですか。今日から一泊です。今日バンディバーベキューして、はいはい、そこもちょっと潜入で撮ってもらえるんやったらね。あ、まあまあ、まあ、感可能性が高いですからね。いや、聞いてない、聞いてます。まあまあ、おー、僕らね、あの小学校中学校ぐらいの時、まあ、小学校は泊まりなかったかな、うん、あの修学旅行行ったら夜中ずっと喋ってた。ああ、お前ら入れないのかって怒られてね。ここはね防音ドアしてるんで。なるほど。もともとのうちの事務所の1階にあったダンススタジオの防音ドアをこうリノベーションしてまた使ってるんですよ。なるほどね。コロナでスタジオができなくなったんでね。ああ。で潰して。あのこの中は、うん、施設の中は飲食は？飲食 OK ですよ。それはお酒も？お酒も OK ですよ。まあ、ただ今日の研修の方は、まあ、うちの大事なお客さんも、はいはい、そこでも言わせてもらったんですけども、うん、自分が楽しむじゃなくて、うん、隣の人を楽しませるためになるほど、ね、自分も楽しんでね、はいはいはい、だからベロ酔いではなくそうやね、ほろ酔いで、はい、成長の時間なんで。そうですね。ここはえ、これ関澤社長ここえらい部屋でかないですか。そうなんですよ。んここちょっと、いやここまだベッドができないんですよ。あ、ベッドができたら完璧。もしかしてあれですか、ビップルームみたいな感じでその、あー、ええじゃないですか。お風呂もちょっと。ビップお風呂。おお、いいじゃん、広いし。これどうします？ちゃんと撮ります。どうします？あ、もうこれ大丈夫です。あ、もう撮ってるんですね。はい、紹介という感じでね。はい。はい、ありがとうございます。これ。これ？壁？塗装ですよ、これ。ああ。なるほどね。これもなんか。これも朝言ってた塗りにくい。あれな、壁なんでしょう。じゃあ、塗りにくいというか、だから、普通こんなしない。なるほど。うん。これはうちの妻が。え、奥さんも。が、塗装したんですよ。だから、うちのスタッフで、この3階部分の塗装は、ほぼ全部かな。うちのスタッフで。そういえばね、スマキタチャンネル拝見したら、うん、関田社長が、フォークリフトを乗って、この中をうろうろしてるっていう動画、ありました、ありました。まあまあ、よくよく乗るんでね。はい。だから、もともとだから、職人、あ、僕そうですよね。造園職人で、はいはい、はい、もう今やったら実務的なもんはできるだけ部下の方にお任せしてる感じですか。そうですね、はいはい、うん、まあでも僕もしたくなったら。なるほど。血が騒ぐ時ある。血が騒ぐ、血は大層に言うたらそうですけども、まあなんとなくしたくなったら。そうですか。そうですね、鍛えますね。はいはい、なんかこんなお菊が出まして、はい、なんか真正面のあそこなんかすごい金庫みたいな感じです。あ、いい感じですね。なんか重要な。そうなんですよ。ここでも会議ができるんですけども、あ、さっき個室見ましょうか。はいはい、はい、おお、あ、ここは2段ベッドなんですけどちょっと形が違う。そうなんですよ。なんか子供がワクワクする感じでしょ。ここなんかええ匂いしますね。さっきからずっと個室入るたびにこの木の香りなんですかね。ヒノキですよね、多分。ヒノキです。めっちゃさっきからずっといい匂いしてる、うん、若干今ヒノキが安いみたいで。あ、そうなんですか、うん、って工務店が言ってました。お、これはすいません、前に泊まった方のスケジュール。ああ、これはうちの工事のスケジュール。あ、なるほど。いや、これは前に泊まっていただいた2泊3日本当にありがとうございます。MGさんの、これ部屋に黒板あるって意外と使えますね、はい、黒板取ったら取ったでタコつくから。あ、取るのにまたお金かかるし、うん、そう、学校の名残残ってますねじゃなくて、あ、予算残ってませんね。うん、本当にほんまそうですよ。たまにこの、うん、でもこれ本音なんですよね。本音ですよ、うん、ギャグじゃなくて本音ね。ほんまもう寄付してください。そうです、もっとおもろいことできますんで。ほんまですね、うん、次の学校もバリバリしますんで。次の学校は私ね、その次の学校帰れたっていう YouTube の動画を拝見して会社の方にお電話差し上げたのが今回きっかけなんですけど、すね、だから次の勝った学校はまだこれからなんですね。そうなんですよ、はい、
そのリノベーションもぜひ取材さ、ぜひ取材させてください。はい、ぜひぜひ、はい、常々やっとんでね、思いつきで明日手役なじゃあしようかとか、そんな感じになってるし、なるほど、はいはい、まあ、このなんかね、それも不思議なもんで、僕も暇やし、これ人来るかなと思ってボランティア使ったら、うん、スタッフ来てくれる、従業員とか。これ広い。あ、そうそうそう、ここは研修、ここもできるんですよ。これだから職員室の上。そうです、うん、はい、広いなぁ。あそこでボーンとプロジェクターで出して、うん、いやでもざーっと拝見しましたけど、はい、いやちょっと想像以上ですね。やっぱりスケールが違いますね。そうでしょ、あの普通のやっとでしょ、うん、普通のちっちゃい家のリニューアルじゃないんですよ。それは商業施設さんとかもそれはすごいですよ、うん、まあまあ、うちみたいなちっちゃいちっちゃい、こう僕自身がまだまだあのプレイヤーでもありながらやってる規模の会社がやってる割にはでっかいって言って、あの、うん、須磨北造園土木さんの会社ももちろん立派だと思うんですけど、まあ、それを関田サイドがリーダーシップを取って、うん、部下の方とか関係者の方協力いただきながらこれをリノベーションした。そうなんですよ。いやこれはちょっとすごいな。いやこれからはそのスタッフだけでなく外部の方、デネコさんにもぜひとも力を入れていただきながら、はいはい、